なんなら俺勝ち越しかなって思ったんだけど、気づいたら負け越してた。一応俺の中では勝ち越したかなと思った。その真逆だったからね、悔しいやけど、その面白さには少し嫉妬したよね。でも何君が出そうなの、ジーナいけるとかっつってたな。もう俺何も言わなかったけど、ザンギさんにボコされてたからな。あの時は何も言わなかったけどね、ジーいけるって、ジーは有利だと思いますって言ってて、ね、いけなかったからね。やっぱね、あれやっぱちょっとね、誰いけんのよ。あーこれは結構あるかもしれない。ジャックバイソンいけるらしい。いやらしいじゃないんだよ、らしいじゃないのよ、君なのよ。風の噂じゃないのよ、俺が知りたいのは、うん、俺が知りたいのは、世の中は不利だけど俺はいけますとか、世の中は有利だけど僕は無理ですみたいな。ハサモに9位つけました。あーバイソンいけるのは結構でかいかもしれないな、直近。そうだね、直近がね、直近いつよ、確かに直近。いしかもナオンさんとうちらやってる時に、ナリ君がナオンさんと今オフやってますけど、かなり勝ちましたって言ってたの。ナオンさんにかなり勝ちましたって言ってたんだけど、さっき CFN で見たらめっちゃ負けてたよ、ナリ君。めっちゃ負けてたよ、俺見たら、ナオンさんに。一日で覆ってんの。キルは負けました。そうでしょ。だから結構、その、数日必要かもしんない。ここ3日連続勝ちましたにしてほしいかもしんない。変えないもん、この場合にいける。自分の中でいけるでいいのか、チームメンバー、え、自分の中でいけるでいいと思います。あのね、ここ超むずいんですよこれね。本当にどんだけやってもむずいのが、その自分の勝率っていうのを、その言うのが難しいんだよね、すごくむずい。で俺マジで、まあこれちょっと自信ないなって超言うもん。けどまあ多分 50% はあるよみたいな感じ。藤村も大手のいけますは信用できる。まあただまあ直近いけてるっていうのはまあ確かにいい情報なんだよね。まあそれは間違いないんだよね。そうなのよ。誰が出たい？誰に出たい？誰に出たい？むしろそこな気するわ。うん、出たい。なるほど。出たいでいいんですか？出たいは俺ダメだなって思って。そう、出たい人を、そのやっぱそのあれじゃん、やっぱ自分がそうここなんかそのモチベーションとかもあるからさ。ああなるほど、大事だと思うから、うん、難しいですね。でもルーク頑張りたいっすね。その自分は勝手に得意だと一応思ってるんで、うん、努力するところはルークかな。パス5で一応立てます。3先3先で立てます。一応昨日も大会で、うん、あのナウマンとあとアリス倒してたんで、僕が割と大会のルーク戦は勝率 100% なんですよ、うん、けどそれで別物だと思わないといけないね。まあそうっすよね、ラウンジで安定して勝てる方が価値は高いと思いつつ、っていうかあれなのよ、アキラってやっぱみんな無視されてるから、あ風間ね、あ、まあ、それだからトーナメントの風間は強いんだ。なるほど。けど絶対にやると思って挑んでくるパターンだから今回は。あそうですね、そこがねちょっと違うんだよね。まあ、がっつりラウンジでやってどうかっていうところなんですよね、参考になれるのは。対策されるの。だからそこの差なんですね。そうです。じゃあ、ルーク。けど、ルークは、はい。うん、アウェイ。まあ、相手、こっちがホームで、要するにルークに突っ込んでいくってことよね。ナウマンとか、ね、はい、期待人。人は人。なんか、相性がいい人みたいな。樋口超言ってほしいわ。負けたことはあんまないですね。マジか。その大会とかレベルですけど。しかも樋口とかはもう絶対出てくるから。確かに。じゃあ樋口任せたわ。わかりました。しかもね、海野さんと対戦できるから。そうですね。結構ね、そこにアドバンテージがあるのよ。実はね。え、ガンルいけんの？え、ガンル超きついじゃないの？ガイルは意外とトリガー2でも刺さりますし。あ、そうなんだ。僕は得意の方ですね。使いよかった。いやけど使い結構使わなくてもよかったかもぐらい。その打撃ヒットで終わってたから。なるほど。うん、
まあ、2ゲージコンで死んだから使った方がいいかな。あ、そうだね、はい、結果的にそうだったね、今のはね。使ってればひよってたもんね。人かー、あとあと、ほかほかほか、結構そういうの重要だから、そういう、そうです、キャラじゃなくて人の方が実は効率が良くてさ、相性って、確かに、うん、しかも樋口がナリ君のこと嫌だったらさ、すげえ対策するかもしんないじゃん。そうですね、そしたらやっぱこっちの勝率上がるしさ、うん、それでも込みで結構大事な情報なんだけど、ごめん、見えねえあれ超見づらいよな、見えないですねこれ。まあでも割と相性いいなってものは樋口くんぐらいかな。あとはなんかそんなに良くてもまあ勝ったり負けたりぐらいですね。なんで樋口に相性いい、そのなんか動きみたいな。いや、ガイルが結構僕得意で。ああ、そういうことか。それもあってなんか勝ってるイメージはありますね。確かに梅原さんと死ぬほどやってたもんね。そうですね、慣れてはいます。ガイル、え、けど梅原さんにきつい今終わってたよね多分ね。うん、最終成績はボブではありましたけど、その最後にやった時は、直近は梅原さんとボブで終わってるはず。直近いつよ。いや結構、ま、昔ですけど。そうよね、紀元前みたいな話なんないですよ、大丈夫。ないです、一応コンバージョンですよ。長い。いやけどそれはね、梅原さんがやるべきだな。ちょっと飛んでみた。死ぬ、うわ死ぬの、死にそう、いすぎ、死なんか今の。直近のなり、いやけどそれは結構でかいな。あ、確かにイメージですけどね。ああ、まず、あ、今もね、俺今直近負けてるからね。直近、そうっすね、そうだよね、はい、そういう話だもんね。そういう話になりますか。いやけど樋口倒せるなら全然価値あると思う。あれ9時からやるんだよね。9時10分ぐらい。ああ、じゃあもう一回。はい。あとルークに確かに入れると結構熱いよな。なんせさっき出ないみたいな話でしたよ。あ、いやだから負けてるからね。あ、そうです。まだあれあるから。そうです、ね。その、うん、今は大事なのはこう幅を広げていくことだから。なるほど、確かにそう。うん、ルークはなんか頑張り。出そうな気がするんだよな。なんかそう。例えば明日大会とかだったら出なそうだなみたいな。あ、それはそうなんです。うん、ちょっとバーディーポイズンやろうかなと思ったけど、ちょっと直近負けたって言われるのちょっとやだから、ちょっとここ直近勝ちに行くわ。ああ、じゃこれ勝ったら直近、これは言っていい、大丈夫、あの他のところ大丈夫、全然いいから。わかりました。やべ、余裕か、うえ、減る、直近5分だなこれ。いいよ、あべえ、ゴムだ、これで全てが決まる、これは、これで、ね、時間もちょうどいいし、あ、時間もな、マジだマジだ、うん、確かに直近力高いなこれな。何ですか直近力って。分からんワードが出てきた。大会とかでこういうところ出るから強さが、うん、あの人読みねちゃんと入れて、なんで自分が勝ってるのか、はい、そういうのも込みでね挑むと、やってねー飛び出た、飛び出た、なんか話に出ましたね、うん、飛び出た、俺の本当にラッキーだな。せっかく直近力、俺の直近力は、うし、ちょっと待ってよ、ここからだから、あ
あ、すまん。おばちゃん死ぬ死ぬの知りたくないよ。やめて、許してよ。うわ、死んだか。うわー、もったいねー。もったいない確認とかが。うわー、爆睡。やってねいいよ。行く。バラバリー探すんだ。ありがとうございます。ありがとうございました。今回フードさんのバーディーはどっち勝ったのかな。これこれは五分ですか。ちょっとこれ五分、え、これ五分なんの。ちょっとこれ五分、その認識欲しい、その認識欲しいわ。これ五分、あのちょっと五分、ちょっと勝敗見ていいですか。これ五分なんの。これいや直近だとワンチャン、ちょっと待ってね。これ五分なんの。これえ、これ五分なんの。そうなの。めっちゃ勝ったと思ってた俺。1,2,3,4,5 ま、俺が故障してフードさんが 1,2,3,4,4 あ、あ、僕故障してる。嘘、いや、嘘だろ。僕故障してるんで。あ、そうか。ギリ勝ち越しの計算になる。あ、そういうことか。直近俺負けてんのか、はい、そういう。あ、なるほど。僕の言い分。あ、確かにこんな感じで言ってます、はい。あ、了解、分かった。そうです、そうです、はい。あの、じゃあまたあのやってきて、ちょっとじゃあ、アンノン君に聞いてみる。あ、わかりました。私、10時ちょっと過ぎぐらいまでさっさんとやるっていうのは。あ、了解して、了解して、わかりました。ちょっと、けたら合流しようと思います。お願いします。はい、すいません、ありがとうございます。はい、またお願いします。失礼します。すさまじい数字の持ち出し方だったな。すさまじい数字の持ち出し方してたな、今。あ、今、ありがとうございます。直近力、相当あるな。あのね、昔ね、なんかあった、孫さんも、なんかその、あった、海外で対戦してて、なんだっけ、なんかね、12先は勝ち越したみたいな感じのマジで言ってて、なんかそれすげえみんな笑ってた記憶あるもん。なんすかその数字みたいな。初めて聞いたんですけど、みたいな。恐ろしいな。直近理論か。だって今、例えばさ、俺がさ、逆の立場だった時に、最後の3先負けたら俺多分直近負け越してるよね、俺ね。めちゃダメね。ラウンドとかも下手したら見られる可能性あるよね。え、フードさん何ラウンド取りましたみたいな。フードさん、10ラウンドですねみたいな。僕11ラウンドですみたいな。そこまでちょっと意識してる俺。あと減った体力とかね。バーディー倒、ね、なくなると1050じゃないですかみたいな。トータル減らした数は僕の多いですよみたいな。B 価値が1回あるのでとか。逆に風算的にはどれ直近で勝ち越しなの？いや、最後の3先かなっていう感じ。要するに、その、大会っていうのはさ、その今までの対戦の集大成なんだよね。今までの対戦の集大成が大会だから、ならこう対戦して、じゃあ最後にどっちが勝ち越したか決めようぜっていうつもりで俺はやった。一応ね、一応そう言ったと思うんだよね。言ったと思う。なんだら。これ勝った方が、みたいな。そう、いろいろ踏まえてねみたいな。だって結構みんな適当にやるからさ。なんなら伝わってなかったぞ。皆さんどうでした？伝わった？そこが大事。みんなが伝わってないんだったらそれは俺の問題だから。まさかその遡られるとは思わなかったっていう。正義はずかと同じ全員出すと。いやけど結構いい味出してるな。これはトータル。みんな結構好きになったんじゃない？いや、俺五分じゃないから、ね。俺、負け越してるから。俺、五分じゃないから。今日。なんなら。俺、勝ち越しかなって思ったんだけど、気づいたら負け越してた。一応、俺の中では勝ち越したかなと思った。その、真逆だったからね。悔しい。やけど、その、面白さには少し嫉妬したよね。かなりいいなと思った、ね。正直。気づいたら負けていた。そのルートあるんだなと思ったもん。